ラグマイナス3、ラグマイナス3、ロ、ラテン文字表記の例、レイボチキンガーブーナフ、グードコブ、ラグマイナス3は、第二次世界大戦時に、ソ連が開発した、単発単用の戦闘機である。先に設計されたラグマイナス1の試作機は1939年3月30日に、初飛行したが、当局が、航続距離の要求を 800km から 1000km に、 変更したために再設計を余儀なくされた。また、ラグマイナス1は、戦略物資の節減のために木製としたために、重量がかさんだので、高出力エンジンへの換装が要求された。それに答えたのが本気である。2年後の1941年初頭には、量産が始まったが、改良に手間取ったため、実際に運用が始まったのはその年の後半になってからであった。 改良の結果、機動力については、対抗機種である BF109F を上回るまでに改善されたが、その他の性能で及ぶことはできなかった。エンジンのアンダーパワーは、完全には解消されなかった上、木材を大量に使用する特殊な機体構造が、災いして重量型になった。また、絶対数を確保するため大量生産に重点を置いたことで、 量産機には粗悪品が多く、前線に送られた機体の中には最高速度が、カタログデータより時速 40km 以上低いものや、耐空性がないものすらあった。被弾してもラグマイナス3は、交換骨組ハーフバディ構造の約マイナス1とは、違い容易には火を吹かなかったものの、木製のため被弾時に簡単に空中分解してしまった。パイロットたちは、ラグマイナス三に乗ることは、 不幸なことだと考え、冗談まじりに、保証付きの塗装済み缶を受け、ラキロバニー、ガランティロバニーグラブ、頭文字を合わせると基板と同じラグとなるとま読んだ。度重なる要求に生産中でも改良が続けられ、主翼前縁隙間翼の採用、武装の削減などが行われた。しかし、同時期の他のソ連戦闘機と比べ機体が頑丈で、初期型は火力も強かった。また、 防弾装備としては、座席後ろに設置された 8mm の防弾鋼板、翌内燃料タンクを保護するセルフシーリングタンク、エンジン排気を冷却し、燃料タンクへと注入するとで発火を防ぐシステムなどが初期から実装されていた。生産中にも引き続き改良が行われたために、生産ロットにより多少の変形が生じている。 総生産数は6258機で、生産型は66種類にも及んだ。最終生産型の66型は、操縦性能に大きな改善が見られ、1945年まで使用されている。エンジンの馬力不足の根本的な解決のため、ラボーチキンは、ラグマイナス3に、種別オフ M マイナス82を搭載し、 傑作機といわれる LA-5 へと進化させた。1941年6月22日のドイツ進行時ラグ -3 は、レニングラードやモスクワ極東でまだ訓練の最中であり、国境付近の部隊には配備されていなかった。このため実戦参加は、ミグ -3 や約 -1 より遅く、8月からとなった。序盤はわずかだった配備数も、 1942年5月頃には、全戦闘機兵力のほぼ3分の1を占めるまでになっていた。本機はその性能とパイロットの技量の低さもあり、ドイツ戦闘機を相手にかなりの苦戦を強いられた。しかし、本機の配備されたいくつかの連隊は戦果を上げて、新鋭の名を冠され、また幾名かのパイロットは AS の称号を得ている。1943年になると、 前線の機体は次第に約マイナス9や LA-5 などに置き換えられていったが海軍航空隊や極東方面では使用され続けており1945年8月の対日産戦時にも最終生産モデルが導入されている。1942年昭和17年。 家族への思想弾圧と日本の政治宣伝に扇動されたソ連空軍局等部隊の総長が操縦マニュアルや機密文書を傾向したままラグマイナス3で亡命し満州かきここの飛行場を目指したが対空砲火に遭遇したために20歳に胴体着陸した機体は冷却機やプロペーラを損傷していたがハルピン郊外の野戦航空ショーで 飛行可能な状態に修復されて、9月26日から山本五郎少佐、飛行第85戦隊長と吉田十二遊総長、飛行実験部による飛行試験が行われた。木製機として見くびった彼らだったが、外板が滑らかに成形されており、エンジンの配管が整理されているのに強嘆した。しかし、富士疑ジに損傷した冷却機とプロペラは、 完全に修復できず、冷却液の温度上昇とプロッペラの振動には最後まで悩まされたほか、操縦艦は I-16 よりさらに重く、飛行85戦隊で行われた一式戦闘機との性能比較実験でも速度性能が優れているのみと判断されて脅威にはならないと結論付けられた。機体は日本本土へ空輸されたが、狩りの巣飛行場において、 ブレーキの故障により離陸に失敗し損傷、修理不能と判断され、その後各部が試験に用いられた。フィンランド軍は、不時期した敵機を露閣、修理の後に運用しており、ラグマイナス3も修理された3機が、それぞれ LG マイナス1、LG マイナス2、LG マイナス3とナンバリングし運用していた。フィンランドは、ラグマイナス3を空戦向きとは考えず、 高速爆撃機ペマイナス -2 迎撃の任につかせていた。しかし、何度か迎撃の機会はあったものの、結局一機も撃墜することはできていない。LG-1 は、1944年2月16日にの A のコス記念の操縦により、同一機種であるラグ -3 の撃墜を記録している。これが、フィンランドが運用したラグ -3 の唯一の戦果であった。楽しく。 ご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。